よし、着いたぞ、オリビア。でも、ルイジさんいませんわ。確かに、俺たちを呼び出しておいて、どこに行ったんだ、ルイジは。もしかしたら、かくれんぼでもしてるのかもしれませんわ。見つけ出しましょう。ああ、隠れてるかわかんないけど、とりあえず、いそうな場所を探してみようか。それじゃ、手分けして探そう。オリビアは向こう、俺はあっちを探してみるよ。おーい、ルイジ、ここにいるのか。ルイジ、いないな。ルイジさん、いませんわ。よっと、ルイジ、おい、土管の中か。いないな、どこに行ったんだ、ルイジ。本当にトゥートゥートゥーって入ってしまうとこだったよ。危ない危ない、探さないと、ルイジ探さないと。この中かもしれませんわ。ルイジさん、ここにもいないですわ。まったく、ルイジはどこに行ったんだか。お、このロッカー怪しいな。よし、この中を探してみよう。この中にいるんだろう、ルイジ。おい、ルイジ、いないか。いるわけないか。どこに行ったんだ、ルイジは。本当に、おい、オリビア、どうだ、ルイジは見つかった？いませんわ。だよね、どこに行ったんだろう。まったく、ルイジのやつ、気配がないんだか、隠れるのがうまいんだか、よくわからないな。マリオさん、もしかしたらここに隠れてるのかもしれませんわ。いや、さすがにそれはないでしょ。トイレの中にはルイジはいないと思うけどな。やっぱりここにいましたわ。よりによってなんでトイレの中にいるんだよ。ああ、兄さんにオリビア。いや、それがさ、トイレの修理をしてたら蓋が閉まって、あら大変だったんだよ。本当に困った困った困った、ルイジだよ。あら大変ってなんだよ。まあいいや。で、なんか用事があって呼んだんだよな。その用事ってなんだよ、ルイジ。ああ、そう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 、用事があって呼んだんだよ。とりあえず、このトイレから出ていいかな。さすがに出ていいかな。僕だってルイジだよ、出たいんだよ。トイレの中は嫌だよ。わ、分かったよ分かったよ。とりあえずそのトイレから出ようか。トイレからは出ようか。出ていいよ、もちろん出ていいよ。で、その用事ってなんだ。それがさ、マリオ兄さん、きっと、いや、めちゃくちゃ、いや、もうとんでもなく、いや、スーパーウルトラに。分かったよ、なんだよ、そのじらすね、じらしてくるね、ルイジ君。めっちゃくちゃ珍しいキノコを見つけたんだよ、このルイジ君。ねねね、そのキノコがシュタウ、呼ばれて飛び出て我が輩登場。いつクッパさんを呼んだんですか、マリオさん。違う違う、オリビア、違うぞ。クッパが勝手に言ってるだけだ。俺は1ミリも呼んでない。そうだぞ、僕が兄さんを呼んだんだ。はいはい、そんなことはどうでもいい。ここで会ったが1年目。1年目、10年目だったっけ。あれ、何年目だったか。何年目でもないだろ、ちょくちょく会ってるじゃないか。それよりも、俺たちに勝てるとでも思ってるのか、クッパ。兄さんって言ってるそばからルイジぶっ飛ばされた。どうなってんだよ。ペラペラな、マリオたちに負ける我が輩ではないわ。なんてったって我が輩は立体的なんだぞ。見てみろ見てみろ、ちゃんと見てか、マリア。確かに折り紙よりもさらに立体ですわ。それがどうした、テンダー。あー、ペラペラなマリオさんがぶっ飛ばされてしまいましたわ。大変大変大変ですわ。オリビアは逃げたか。まあいい。いや、やっぱり立体的な体は最高だ。もう一度マリオたちを探し出してぶっ飛ばしに行こうかな。気分爽快だしね。とうとう来たぞ、我が輩の時代だ。やっぱ立体的がいいんだよ。ペラペラより強いんだよ。ガッハッハッハッ。うわーっと、なんとかスーパーちっちゃくち。いやー、しかし飛ばされたな。オリビアとルイジとはぐれてしまった。ルイジはもうどこに飛んでいったかも分かんなかったけど、まあ、とりあえず上の方に戻るしかないな。まったく、クッパめ、なんで立体的なんだよ。さて、結構飛ばされちゃったんで、結構な道のりになりそうだけど、とにかく崖の上の方まで戻らないとな。おお、クリボー、まだいたのか、クリボー。
この野郎。ああ、来た。なんだなんだ今の音。なんか聞こえたんだけどな。オッケーオッケー。まだこっちには気づいてないみたいだね。ヘイクリバーちゃん、聞こえないんだろこれ。あ、来た。なんだ今の音。やっぱりなんか聞こえたんだけどな。よしオッケー。とりあえずオッケー。いや、何がオッケーなんだかよくわかんないけどオッケー。とりあえず抜けていこう。わあ、しかしクリボーがいっぱいいるな。そしてキノピオもいっぱいいるな。キノピオに話しかけたいところだが、今はそれどころじゃないんでな。急いで行くしかないぞ。とにかくクリボーを避けながらって感じか。ついでに紙っぺらでも集めておくか。はい。まあ紙っぺらがどうこうってわけじゃないんだけど。わあ、来たクリボー、来た。そこにいるのはもしや、まあマリオですか。こねろ。クリボーぐらいハンマーで脳天チャップ。このマリオ結構強いんですよ。というわけでクリボーは来ても倒せる。いや、そんなことしてる場合じゃない。とにかく早くオリビアたちと合流しないと。しかしオリビアたちどこ行ったんだろうな。やっぱりキノピオに聞いた方がいいかな。なあキノピオ、オリビアもしくはルイジ知らないか。オリビアさんに、ルイジさん。ああ、そうですね。あの矢印の方向に行ったんじゃないですか。だって矢印で出てるし。そうだね、確かにそうだ。ありがとうキノピオ、黄色キノピオありがとう。そうだよね、矢印があるんだもん。矢印の方に行くに決まってるよね。よし、もっともっと崖の上の方から飛ばされたんだよきっと俺。そうだ。オッケー、この山を登れば見晴らしの山、この上にいるんじゃないか。さあキノピオとも話しておきたいところだけど、そう言ってる場合じゃないからね。いや、さっき話したけど、そう言ってる場合じゃないんだよ。トゲゾウはどうだ。脳天チョップ、オッケー。いや、マリオ結構強いんですよ。ハンマーの使い方が慣れてるマリオだからね。いけるぞこのマリオ、強いからね。さあこっちの方に、おお、チョロップ、ちょっといきなりクリック、クリボ、オッケー、脳天チョップ、ナイス脳天チョップ。そしてチョロップか、チョロップぐらい話を聞いておくか。どうしたんですかマリオさん、もううちのお店には何もないですよ。いや、ちょっとね、オリビアとルイチを探してるんだけど。そうですね、占って信じましょう。はい、崖の上で会ってると思います。嘘じゃないです。嘘じゃないんだな、信じてみようかな、チョロップのこと。もちろん嘘じゃありませんよ。なんでそんな嘘っぽい言い方するんだ本当に。まあいいや、とりあえずありがとう。とりあえず崖の上っぽいな。お、ヘイホーがいると、気をつけないとな。ヘイホーはクッパの手下だからね。しかしこのクッパの手下を倒すには脳天チョップで一撃でやれるのかどうかマリオもまだ分かっていないぞ。よーし、まずハンマーの素振りをしてヘイホーにぶつけるんだ。いくぞヘイホー、オッケー、いける。ヘイホーも、あ、こけてる。オッケー、いけました。ヘイホーも一撃だ。いや、やっぱハンマーの使い方が慣れるとこう、ジャンプして踏むとかよりもハンマーの方が強いよね。そういう意味ではやっぱりハンマーの使い方を慣れたマリオは最強だ。うん、最強。そうか、ハンマーを使えれば最強だったのかもしれないけど、クッパにはハンマーで一撃でガツンと行くわけにもいかないんだろうな。あの立体的なクッパはどうやって倒せばいいんだろう。そんなことを考えているうちにとりあえず頂上の方に来てしまったが、どうしたらいいんだろう。でもクッパの倒し方がまだ見当たらないまま来てしまったな。とりあえずモノレールに乗ればオリビアとルイジに会えるかな。ねえ、緑キノピオ、キノピオロープウェイのご利用ありがとうございます。どちらに行かれますか。いや、行きたいところというとオリビアのところか、もしくはルイジのところなんだけど。ああ、そういう駅はございません。他を当たってください。マリオさんだとしても、無理です。顔が半分隠れてるけど無理なんです。じゃあここから行けないの。どうしよう、見晴らし山の方に行けば行けるかな。クリボーはでもこのハンマーで一撃、オッケー。さあ、じゃあ上の方に行ってみるか。いや、上の方から飛ばされたんだから上の方に行くしかないだろ。マリオ何考えてんだ本当に。さあこっちの方だよきっと、こっちの方にいるんじゃないかな。はい、おお、見晴らし山の頂上はこの展望台があるんだよね。で、どこ行ったんだよ。あ、こっちの方か、こっちの方から飛ばされたのかな。ここら辺かな、さっきの場所、ここら辺かな、ここら辺に違いない。おーい、ルイジ、オリビア、いやもうルイジはいいや、オリビア、お、オリビア、ここにいたのか、無事でよかった。あ、マリオさん。はい、ルイジさんも一緒ですわ。ルイジも？ルイジはどこに？それが痛いよ。やめろよ。あ、ルイジいたのか。てかルイジ、お前何やってんだよ。兄さん、いや、ほら、さっき言おうとしていた珍しいキノコがこれなんだけど、痛い、やめろよ、痛、ムッキムキで強すぎてボッコボコにされてんだよ僕が。マリオ兄さん、なんとかしてよ。
痛い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 。ムキムキの子使うとムキムキパワーで強くなる。でもムキムキの子よりも弱いと使えない。とにかくマッチョなキノコだ。すごい、あんなに強いキノコがあったなんて。わあ、またクッパか。こんなところにいたのか、マリオちゃん。今の我が輩はペラペラのお前たちよりも強いからな。気分爽快にぶっ飛ばしちゃうよ。まずい、このままではまたクッパにぶっ飛ばされてしまう。なんとかしないと。でもなんともできない。どうしよう。特に何も考えずにここまでやってきたからな。どうすればいいんだ。それでは本日2回目のぶっ飛ばしショータイムといきますか。さあ皆さん、手拍子手拍子。はいはい、誰もいないな。まあいい、こんなことはどうでもいいんだ。どうする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 、マリオ。いや、もうどうしようもないどうしようもない。手拍子したらいいのか、手拍子したら逆にもうぶっ飛ばされることはないのか。いや、どうしたらいいどうしたらいいんだ。マリオさん、ムキムキの子ですわ。それ、え、なんでオリビアがあのムキムキマッチョなキノコを。まあいい、そんなのは今かけないな。よし、行くぞ。とは言ったものの、やっぱりオリビアって何何、どうしてどうして、ムキムキの子よりも強いのか。やっぱりそんなの関係ないな。よし、行くぞ。でもこのマリオはムキムキの子に認められるほど強いのかな。まあいい、とりあえず取ってみよう。ドゥ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 。すごいすごい、マッチョな力が、マッチョな力がみなぎる。これがムキムキの子のパワーなのか。パワー、なんだそのキノコは。我が輩聞いてないぞ。だがしかし、ペラペラはペラペラだ。我が輩のパンチをお見舞いしてやれ。我が輩パンチダウン。なんだどうなってるんだ。残念だったな、クッパ。どうやらこのペラペラなマリオでもマッチョになれば強いってことだよ。だ、今度はこっちが行くぞ。食らいやがれ、マリオのマッチョアタック。だー、チェクション、またマリオに負けた。勝った、立体的なクッパに勝った。ペラペラでもマッチョ強いな。すごいキノコだ。しかしオリビア、どうしてムキムキノコを取ることができたんだよ。このキノコはキノコより強くないと取れないらしいぞ。ムキムキノコさんにお話ししてお願いしたんですわ。そうだったんだね、さすがオリビア。それにしてもルイジはムキムキの子にボコボコにされて目を開けたまま気絶してしまったんだな。ま、マリオ兄さん、僕が見つけた珍しいキノコだよ。僕すごいでしょ。気絶したまま寝言言ってる。これは寝言っていうのかよくわかんないけど。ああ、大丈夫かルイジ。はい、ということで今回はムキムキの子で超マッチョになったマリオのお話でした。いや、こんなパワーアップキノコがあったら面白そうだね。それじゃあ今回の動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリー、他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。